遠山影国は、江戸時代後期の幕臣。通称は、金四郎。隠居後は落土、官位は、十五位下、左衛門の正位。遠山亀義氏の養氏。長井忠司令の四、男として誕生。明和四年十二月、治療五百国の旗本演算家と、養子縁組。天命六年うるう十月演算家を相続する。元年五月。 坂木原忠宏の娘と婚姻。完成6年、影国43歳の時、第二回昌平座科学文書の学問吟味に、高科筆頭で旧大、同年、養父の実施経前を養子に迎えた。演算家は、幕府の主要ポストとは無縁の家柄であったが、試験後10歳には、目付、長崎奉行、環状奉行など、異例の昇進を果たした。 完成8年には受験 OB による受験対策書、対策則を書く。博覧狂気の自信があっても、後半に述べても成績にはつながらず、趣旨学に沿った答案を作り、多説には批判的に論述するべきなど、受験技術を解説し、関係者に写本が流通した。完成十一年から文化八年までの十二年間に、江戸地出張三回、長崎出張一回、 津島出張2階に上り、幕府の江戸地直轄から、ロシア施設、レザノフ長崎来航、朝鮮通信市駅地兵令などにあたり、現地に派遣されるなど、江戸幕府の対外政策の第一線を担って、東西奔走した。文化元年のロシア戦来航の際には、幕府の代表として、ニコライ・レザノフと会談を行い、レザノフ事件のきっかけを作った。文化2年8月。 西江戸地検分として、江戸を出立して、翌3年には宗谷まで検分している。後に、長崎奉行となり、江戸に戻った後は勘定奉行などを務めた。文政年間の農林として知られ、中川忠秀、石川忠房と共に三欠と呼ばれた。最も名を馳せているのは、町奉行、東山影元の父親としてである。もともと影国の養子入りした、演算家は、 明治東山市所流の出で、あまり昇進とは縁のない家であったが、影国は実家長池が辿ってきた出世ルートに乗り、後の影元が活躍する基礎を築いた。影国は江戸地でロシア人との交渉の記録を松前部奉行、村垣貞行と共に西江戸日記にまとめた。国書総目録には他にも影国の著作が14冊も挙げられている。 天保八年に死去。法名は、聖帝院伝十五位下前、金吾皇位三吉落土大古寺。母書は、演算家の母大寺である、本名寺。学問を通じた交流があり、墓姫を戦した、林十歳は、その秘文で影国の功績を称えた最後に、旧流幽体の人物だと高く評価している。 完成重所諸家布などの幕府編纂の資料では法歴2年生まれとされているが、それは元年と見られる72ページ。完成の改革で幕臣の教育振興と人材発掘を兼ねて、旗本、御家人とその指定を対象に、趣旨学の学識を試す学問吟味という試験を完成5年から始めた。中国や朝鮮の過去と違い、 成績優秀でもすぐに高級官僚の椅子を約束されたわけではなかった。実家の長井は、祖父、長井正史は長崎奉行、父、長井正令は目付、け、兄、長井直門は長崎奉行を務めるなど、幕府の養殖についている。この影本と敵対することとなる鳥居王像のジップ。ありがとうございます。